ブエナスタラデスアミゴース、どうも PJLL のパハロンです。 YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアスアミゴース、ポッドキャストで聞いているみんなも、グラシアスアミゴース、まだチャンネル登録してないそこのアミーゴスは、今すぐチャンネル登録して俺とアミーゴスということでよろしくお願いいたします。はい、まずは宣伝です。こちらのチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。高評価もぜひよろしくお願いいたします。そして概要欄の方を見ていただくと分かるんですけれども、ツイッターアカウントもありますんでね、ぜひツイッターのフォローなんかもしちゃってください。ほんでもって、もう一つバハロンの家の話というね、プロレスとは全然関係ないことをやってる YouTube チャンネルもあるんで、そっちの方もぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで今日もやっていきましょう。最近はね、もうノア三昧でございますが、本日収録日が2月10日ということで、2月9日、10日、11日はノア後楽園3連戦ということで、非常にね、動画でプッシュしておりましたが、皆さんいかがでしたか？ご覧いただけましたでしょうか？アベマは無料放送だったんでね、見られた方も多いんじゃないかななんて思っておりますが、本日10日と11日はレッスルユニバースの放送になってますので、ぜひレッスルユニバースね、入ってみちゃいましょう。9日のねのはね、もう笑いが止まらんよな、面白すぎてまあ今回シネマティックモードライブということで、高画質カメラをね使って、全部放送しますねということで、まあ、その高画質カメラがいいのか悪いのか、いろいろね賛否分かれるところあるかとは思うんですが、その辺の感想に関しては、まあ、この3連戦が終わった後にですね、振り返ってみたいなというふうに思っておりますので、そちらも別動画ねちょっと出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければというところでございます。で、本日はですね、その 2.9 の簡単にポイントだけねピックアップして振り返りやっていきたいなというふうに思っております。ちょっと僕の方で響いた試合とかね、まあそういったところをね、注目ポイント上げながら見ていければなというところでございますので、早速いってみましょうということで、2.9 ステップフォワード2022の後楽園大会ノアでございます。はい、まあ、ビッグマッチ仕様の照明がねめちゃめちゃ綺麗でしたね最高でしたね。はい、まあ、そんな中ね、対戦カードいろいろありましたが、まずはですね第3試合でございます。はい、大原はじめ覇王 VS 仁王アレハということでございまして、まあ、こちらは覇王選手がもともとね仁王アレハの混合にいたわけなんですけれども、そしてしかもその仁王選手とタッグチームね組んでたりとかしてたわけですよ。はい、でそこを出てですね、正規軍の方で僕は上に上がっていきたいんだというところで、この混合をね離脱したわけなんですけれども、まあ、それに対しては仁王さんが怒る怒ると許さねえぞというところでございまして、仁王さんがねいつもの試合よりね確実にですねバチコンバチコンとですね激しい打撃を覇王さんに入れていくというところになっていったわけですよ。ですけれども、ついにですね覇王選手、はい、今まで混合とずっと対決してきましたけれども、でそこで結構ボコボコやられてましたけれども、ついにね、まあ、試合内容的にはまあ結構ボコボコやられてたんですけれども、一瞬のね丸め込みということで、覇王選手がついにね、しかも仁王選手から勝利を奪うというような状況になりましたので、まあ、またね、シングルで向かい合う日が来るんじゃないかっていうふうには思ってますから、まあ、そういうシングルで向かい合う日がまた来て、そこで今度はねどういうふうに勝っていくかというところがポイントの一つになってくるのかなというところでございますし、まあ、この後忠介選手のシングルもありますし、いやーどうなるか楽しみですね。はい、まだまだね覇王ストーリーはこれから続きますよ。まだまだ続いていくというところで、まあ、ジュニア選手覇王選手がこの正規軍の中でいかに上に登っていくのかというね、そういう物語追っかけたい皆さんは今だぜというところでございますね。はい、そして第5試合がシングルマッチということで、清宮海斗 VS 早田
というところでございまして、まあ、こちらは清宮選手も早田選手も、まあ、小川選手ですよね、小川選手に教えを請うという形、まあ、指導を受けるというかね、そういう形で、まあ、同じようなね腕攻めの試合展開なんかを両者とも持ち合わせていたりするわけなんですけれども、まあ、この腕攻めのこの試合展開、今回あの清宮選手も早田選手もお互いにねやり合ったりしてるわけですけど、まあどっちかというと早田選手が結構コントロールしてるのかなと、腕攻めでねジュニア戦しながらですね、そういう感じがしてましたけれども、まあなんというかですね、腕攻めを絡めたこう華麗な舞踏会をですね見てるように、お互いのその技がねうまく噛み合ってというか、スムーズにこう流れていっているというような感じで、本当に華麗なね舞踏会を見てるような気がしましたね。まあ今ちょうどオリンピックもやってますから、そういう意味ではこうフィギュアスケート的な、なんかこう優雅な、でもそこにその戦いというものがないかというとそんなこともないというところで、お互い持ち得るものをねこう出し合いつつも受け合いつつもみたいなところだったかなというところですね。まあ、最後はですね、清宮選手がまあヘビー級のね大技というかね、投げでジャーマンとかね、タイガースープレックスで勝っていくというところだったんですけれども、このやっぱ第5試合はね非常に面白かったですよね。いつまでも見てられるなっていう感じはしましたし、早田選手がこういう腕攻めのコントロールで試合を制圧していくのであれば、早田選手がこのままノアのヘビー級に上がってもいいのかなとは思いましたが、やっぱその打撃体制が早田選手がどれぐらいあるのかっていうところが、ノアのヘビーに転向したとしてもさらにその上に行くという場合、まあ、必要な要素になってくるかなとは思うので、そういう早田選手もまあ見てみたいなと思いますから、今後もこの清宮選手だけじゃなく、早田選手がまあヘビー級の選手とどういう試合をするのかとかね、そういうのはこう見ていきたい一戦だったかなというところありますし、まあ、なんといってもキヨピがねもうなんかプロレス楽しいぜみたいな充実感満載だぜみたいな感じの試合をするもんで、まあ、見てるこっちもなんというかこう気持ちがね、気持ちの中にこうなんというかこうすがすがしさが生まれるというかですね、はい、あの気持ちが晴れやかになるというかですね、まあ、そういう感じもしますので、やっぱそういうスター性みたいなものはやっぱキヨピが持ち合わせているんだなというのはね感じることできたんじゃないかなというところですね。はい、そして第7試合が GHC ジュニアヘビー級選手権試合でございます。王者原田大輔 VS 挑戦者忠輔ということで、原田選手初防衛戦ということでございますが、まあ、こちらはですね、まあ忠輔選手をロープに1回バウンドさせてジャーマンするとかですね、まあ、いろんなね見せ場もあったりとかしましたけれども、まあ、試合としては、まあ、原田選手が防衛という形になりましたが、その試合後ですよね、まあ、スペルクレジー選手が出てきて挑戦表明で、次のジュニアシングルのチャレンジャーはスペルクレイジー選手に決まるというのが一つありました。でもう一つね、ノアはですね 4.29 と 4.30 で両国国技館大会 2days というものを控えているわけなんですけれども、原田選手がですねこの 4.29 の両国、ここはジュニアだけの大会やりますよと、N イノベーションというのがねノアのジュニアの中の新ブランドとして今始まっているんですよね。でそこでこの N イノベーションをこの 4.29 でやりますよということをね原田選手が宣言しました。でノアの公式の方ももうすでにニュースが出てまして、はい、これ 4.29 は N イノベーションやりますよということになっております。で、まあ、N イノベーションね始まった時から、まあ、僕はライブとかの時にはねちょいちょい言ってたんですけど、まあ、皆さん忘れてるかもしれないですけど、まあ、N イノベーションでねベストオブザスーパージュニアやればいいんですよっていうこともねまあ僕はずっと言ってたんですけど、もしかしたらそういう形になるんじゃないかなと、はい、要は 4.29 の両国の N イノベーションというのは団体の垣根を越えてさまざまなジュニア選手が集まってくる大会になるのではないかという予測ができますね。でこれに関してはまたもうちょっと別途動画は作りたいなとは思いますが、
はい、まあ今の現在で言うとやっぱドラゴンゲートと絡んでますからね。ドラゴンゲートからもう来る可能性ありますし、もちろん同じグループ内 DDT ですよね。そして頑張れプロレスとか、はい、そういったところから選手が入ってきて、そういう組み合わせの N イノベーション起こるかもしれませんし、まあ、対抗戦以降ですね、さまざまな話題になっておりますが、新日本プロレスからのジュニア選手の参戦もあるかもしれない、はい、というふうに思っておりますので、まあ、このベストオブスーパージュニアを超える N イノベーション、これに期待したいですね。まあ、洋平さん、洋平選手とかはね、デスペラード選手と絡んだことによって、まあ、デスペさんが次いつやるんだ、いつやるんだっていうことに対して、お前が乗り込んでこいよということを洋平選手なんかは発言してたわけですけど、まあ、もしデスペさんがね、この N イノベーションに出てくるようなことがあれば、まさにその発言通りになるという形でもありますし、まあ高橋宏夢選手もね、最近ツイッターとかでこうジュニアオールスター戦、夢のジュニアオールスター戦何が見たいとかね、アンケート取ったりしてましたけれども、覇王選手の名前を出したりとかね、対抗戦ではねやりつつ、話が進んだり進むのか進まないのかみたいな状況でしたから、もしかしたら高橋宏夢覇王との戦い N イノベーションで実現するかもしれないというところでね、どうなるかわからない 4.29 両国がこれで誕生したというところでございます。はい、そして第8試合が6人タッグマッチということで、剣王中島和彦、曽谷学 VS 杉浦隆、藤田和幸、剣道家臣ということで、まあ、こちらはですね、中島和彦選手と藤田和幸選手の GHC 名古屋で行われるね、 2.23 名古屋で行われる GHC ヘビー級選手権試合の前哨戦、まあみたいなところだったんですが、まあ藤田選手がねこうね、剣王さんとか今後が入場してくるとですね、入場してきてこう剣王さんだったらこういうポーズを決めるわけですよね。こういうポーズを決めるんだけど、こういうポーズを決める真ん前に藤田選手が立ってきて、お尻ペンペンペンってやったりとかねしててですね、もう最初からノリノリやんか藤田さんって思いながら見せたら、まあ中島和子選手とのね、緊張感のあるグラウンドの展開であったりとかね、こうキックをね、ローキックもインローだったりとか、普通のローキックだったりとか、そういったのを入れながら交えていったりとか、ロープブレイク間際にバチコーン張り手かましてみたりとか、いやもうこれは激しい前哨戦だななんて思いながら、めちゃくちゃ面白かったですね。そしてまあ試合後というか、試合自体はですね、藤田和幸選手が中島和子選手をパワーボム、バーン、ビーストボム、ダッカーンって決めて、あらら、これはもう無理やわっつって、これも決まったわっつって、ワン、ツーのところでバカッと、ね、フォールをほどいて、おら、立ち上がってこいよみたいなことを藤田選手が言いつつも、ちょっと起き上がりつつあった中島和子選手のところに、サッカーボールキック、バチコーン、やーべえかったっすね。やーべえの入れてんなって思いながら見てましたけど、はい、もうそれでもうね、3カウント取って藤田和幸選手が勝利すると、そしてその後にベルトを持って去っていくというね、そしてバックステージコメントで、俺がノアだよみたいなね、あるべきところにベルトが来たんだよみたいな、俺がノアだ、もうノアおしまいだみたいなこと言っててですね、いやもうマジ藤田さんのなんていうんですかね、こう勢いというか、あれをねやっぱりどう止めていくのかっていうのがね、中島和子選手のポイントになっていくんだろうなと、選手権試合のねいうところになりましたし、2人がこう対峙した時にやっぱりもうでかい山みたいな存在感が藤田和幸選手にあるんですよね。でそれやっぱ体格差もね非常にありましたから、見ているとね、だからその対峙しているところから見るとね、もうどう考えても藤田和幸がすげえもうそびえ立つ山みたいに見えちゃってですね、だからこれをどう攻略していくんだ中島和幸という流れが生まれましてですね、もうこれは本当に楽しみですね。あ、 2.23 の GHC どうなんのみたいな、これは怖い、うん、でも楽しみ、
っていうところでございました。はい、そして第9試合がメインイベントシングルマッチということで塩崎剛 VS 田中将人ということになっております。まあ、こちらはですね、塩崎剛選手が復帰してから、まあ、ちょっといまいちね、あの調子に乗り切れていないというところで、もう一度 GHC の頂に立つために4人の選手とシングルを組んでくれという要望を会社に出したというところです。杉浦隆、田中将人、丸藤直道、剣王、このね、塩崎選手が欠場中の間にトップをね、トップ戦線で頑張って、戦っていたこの4人とシングルを組んでくれと。で、杉浦選手には負けてスタートしたシングル4連戦だったわけなんですけれども、4戦ですね、4戦だったわけですけれども、じゃあこの第2戦目、田中将人戦どうなるか。負けました。はい、塩崎選手負けてしまいました。これでシングル2連敗というところなんですけれども、まあ、この、ね、試合を見ていただいた方はお分かりかと思いますが、もうね、なんていうか、こう塩崎剛選手はもうやっぱり持てるものは、ね、出していくっていう状況ですから、まあ、見ててもね、なんというか、これもこれまた言い方がどうかは分かりませんが、やっぱね、すがすがしさはありますよね。もう戦った果てに負けたっていう感じがしているだけなので、そんなにこうなんていうかですね、悲壮感みたいなものは、まあ、僕の中にはないというか、まあ、僕自体はまあ動画でも言ってましたけど、4戦全部負けることを前提に僕は見ているので、はい、ああ負けたかという感じでしたけど、まあね、逆水平チョップもビシバシ言ってましたし、はい、もうラリアットもバチコンやってましたし、はい、ムーンサルトもね飛びましたし、そういうものを全部出してもかなわない田中将人。そして田中選手、もうエルボーがねやっぱえぐいっすね。もうエルボーバチバチ言ってましたからね。まあ、こういうですね、やっぱ持てるものをね、お互いもうぶつけ合って、はい、いや、なんていうんですかね、その果ての結果なので、なんというかですね、僕はまあ負けたから塩崎剛がダメだとか、そういうことは全然思わないし、もうむしろ全部負けてからスタートしていく剛さんの方を見たいと、まあ、動画でずっと言ってますけどね、はい、いうふうに思っているので、もうここはなんていうんですかね、こう、塩崎ゴーファンとしてはもう耐えるターンなのではないかなというふうに、まあ僕個人としては思ってますから、はい、まあでもなんて言うんですかね、こういう塩崎ゴー選手を見れるというのも、もうなんていうかノアだから、なんていうかこうじっくり見れるというかね、このなかなかいないと思いますよね。この勝ったり負けたりを繰り返していくっていうパターンはよくあると思うんですけれども、このねシングルをわざわざ組んでくれと言って、まあ、もしシングル全部負けたとして、そこからスタートしていくレスラー、元ね元王者のレスラーをそうやって見れる、こんなねまあそこから勝ち上がっていくかどうかわからないけど、もしねそこから勝ち上がっていく姿を見れたとしたら、これはやっぱね、僕はもうやっぱエモいと思うんですよね。エモいシーンがまた生まれてくると、エモい瞬間に自分は立つというターンというのがまた生まれてくるというふうに感じていますので、はい、まあぜひね、あの塩崎剛選手のファンの皆様はですね、まあ、でも正直言うとね、やっぱここでね2敗しましたと、であと残り2つ勝ちましたと、いうのはね、やっぱり中途半端な気がするんですよね。だからやっぱりここはもう4連もこうなっちゃうと4敗したところから這い上がっていく塩崎剛とともに、そのノアのプロレスロードというかね、プロレスラーの生き様っていう部分ですよね。そういうのをやっぱり一緒にこう歩んでいくっていうのがやっぱりね、楽しいというか、まあ自分の気持ちがね揺さぶられるっていうことにつながっていくんじゃないかなというふうには思いますので、まあ正直ね、戦いの果てに
4連敗っていうとこが、まあ個人的にはねみんな嫌だとは思うけど、推しの選手が負けるのは嫌だと思うけど、僕はそういう流れから這い上がっていくレスラーっていうのは大好きなんで、はい、しかもそれが推しだったらもう最高なわけじゃないですか。なのでね、まあ僕はね、ここはまあ内容がね、内容がない負けで4つ負けたら意味ないけど、こんだけ自分の持ってるものを出し合って負けるだったらね、これはもう仕方ねえよと。じゃあここを全部負けた後にどうやって這い上がっていくんだっていう、そういう姿を見せてくれる郷さんに僕はみんな惚れると思いますからね。もともとそのね、やっぱりその GHC チャンピオンとして歩んでいた2020年というのもやっぱりコロナの影響下において、まあ、みんなの不安な気持ちがあったりとかね、いろいろした部分もあったと思うんですよ。皆さんもプライベート的にもね、はい、でそういったものを吹き飛ばしてくれるようなね、もうあのまっすぐ全て受けて全て勝つと言わんばかりの、GHC ロードを歩んでいった塩崎豪にみんなね、こう勇気をもらったり焚きつけられたりしたんじゃないかなというふうには思ってますので、まあやっぱり塩さっき豪にしかこれはできないというかね、そんな感じがね、まあ僕はしてますんで、豪さん、ずっと応援してますんで、はい、頑張っていきましょう、はい、もうプロレスしてくれてるだけで嬉しいです僕は、はいまあ結果そこなんですけどね、はい、ということで、まあ、こちらがね 2.9 の全体、僕のね気になったところの振り返りということになりますが、まあ、皆さんもね気になったポイントまだまだあると思いますんで、まあ、ぜひその辺はコメント欄の方に書いていただければなというふうに思います。もう 2.10 も 2.11 もあるのは、 2.13 あ12もね、本当はありますけれども、ちょっとそっちはね後日配信になってしまうんで、まあ、ライブで見れるのは 2.9、10、11のノアでございます。そして 2.10、2.11 はレッスルユニバースです。今すぐ入っても遅くないレッスルユニバース、ぜひご加入して今のノアを体感してください。そして今のパハロンも体感したいよというあなたはですね、概要欄見ていただければ分かるんですけれども、月次300円のスパチャ価格でメンバー募集してますので、ぜひメンバーになってみてください。ほんでもってツイッターもあるんで、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ほんでもってもう一つ、パハロンの家の話という YouTube チャンネルもあるんで、そちらの方のチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。セニョス、アミーゴス、ホーミーズ。クソ野郎ども、俺たちは PJLL だ。